さあ皆さんこんにちは。本日の浦添市長のおしんちゅうトーク後半でございます。前編はですね、この立花浦添についてお二人からですね、いろいろお話を聞いたんですけど、ぜひ、見逃した方はですね、ネットで YouTube でですね、探してご覧になっていただきたいと思います。さあこちらから後半戦でございますけど、でもこの立花浦添のこのプログラム、本当にもうね、たくさん面白そうなプログラムいっぱいあるんですけど、第5回目ですけど、これまで一体どんな方が多いんですか？市内の方が多いの？あと観光客とかが多いの？そうですね、この市内か、それ以外かというとですね、やっぱり市内の方々が半分。お、やっぱり半分は市内の方、そうですね、半分今日でも4割くらいは県外か市外の方がいらしてるので、結構その外から来ていただくっていう効果も出ているのかな。でもやっぱりあれですよね、浦添市民が実際に自分たちの町でこんなプログラム、あれこんなお店、あこんな方やってるんだってことを知るのもすごいいい機会になりますよね、これ、実感は。実際私自身もそうですので、これだけいろいろなところが、事業者さんがいらっしゃって魅力的なところがいるっていうのが、この取り組みに参加して初めて知ったところがありますので。そうだと思いますよ、各位私も市長ですけど市長の私でも、あこんなお店あったのとか、こんなことやってたのっていうのを再発見になりますからね。結構あれですか、若い方とか。そうですね、やっぱり割合的にはですね、3、40代の女性が多くてですね、女性が多いんだ、年代でいうと3、40代の方が多くて、性別でいうとですね、やっぱり女性が8割、7割くらい参加されてますね。やっぱりなんかこう女性が多いっていうか、女性に魅力的っていうこともあるんですかね。そうですね、女性お一人で参加しやすいプログラム多くありますので、一人で申し込んでも一人きりにならないもんね、お店の人と、この逆にプログラムの人と、あるいは別の申し込んだ方と一緒にこうグループでやるものが多いですからね、やっぱり美味しいものがいっぱいあるっていうのもそうですね、美女系ですよね、女性だったら魅力なんでしょうね、でも食べるだけじゃなくてそれ以外にもいろんな魅力が女性にとってあるんでしょうね。本当に今は結構マスクの時代なので、結構マスクって口元が隠れるので 目元が強調されるじゃないですか、そういった時にやっぱり眉毛がすごい大事なポイントになってくるので、この眉毛のレッスン、体験イベントもやっていたり、本当に女性にもすごく美容にも強いこのプログラムを用意しているので、結構人気もあると思います、そうですね、女性限定プログラムっていうのもありますね、ストレッチで姿勢改善とか、今みたいに、あなたに似合う眉レッスン眉にレッスンがあるんだ。はい、そうなんです。そういったこともあるのでね、本当に面白そうですね。何じゃあもう、こういうプログラムを、皆さんが、立花浦添をやってて、面白いというか、魅力というんですか。はい。やっぱりその、実際に自分でもこのプログラムに参加してですね、例えば今の、本村さんのお話に関連して言うと、マスクの時代なので、マスクも色が、実はいろんなカラーがあるので、そのパーソナル、最近ね、いろんな色がありますね、そういうのが自分の肌に合うパーソナルカラーっていうのがあるんですけど、そういったのの、診断もあってですね、プログラムに今回、で私男性ですけど、そういうパーソナルカラーを知りたくて、実は一人で前回参加したこともありまして、あこのパーソナルカラー、パーソナルカラー診断、家族を置いて一人でパーソナルカラー診断に参加しまして、これは女性限定ではないですね。ないですね。これ男性も。男性でもできるんだ。なので、そしたら自分がよく最近、イエベとかブルベとかあるんですけど、あと春夏秋あるんですけど、私はブルベの冬という診断をされて、この色が似合うので、ということで、帰りには似合う色のマスクもいただけるみたいな。すごく男性ですけど楽しくてですね。あ、そう。じゃあ、似合ってる、あなた似合ってる髪型とか、あなた似合ってる服ってあるみたいに、あなたに似合う、お似合いの色っていうのを探すってこと？はい。その日の、なので自分のこう、なんですかね、体調が悪い時には、あえてそういう色をつけたりとか、調子がいい時にあえて見せる色をつけたりとか、そういうなんか周りをちょっと印象付けを、操作という言い方まであれですけど、印象付けを変えるくらいの力があるらしくてですね、大事です、そういったのも学べますね、いろんなのがあるんですね。アンジュさんはどういうきっかけでこういうのを興味を持ち始めたんですか？いや、そうですね、私はもともとこの浦添市の歴史がすごい大好きだったんですけど、結構私のこの世代はあまり浦添市の歴史というよりも結構観光地、このブルーシールだとかもパルコとかに視点が行きがちなので、どうにかもうみんなを引っ張っていきたいなと思って偉い導入しています。そうなんですよ、実は浦添市、もう話せば長くなるから話さないんですけど、浦添市結構歴史とか文化伝統ってあるんですよ。ただ
なかなかね、うん、今一つこう光が当たっていないので、うん、あ、そういうところからなんとかこう勉強したいなとかっていう形で始まったんだ。そうですね、結構もう立花はただのイベントプログラムじゃなくて、もう歴史をかけてこのプログラムを皆様にお届けしているので、体験する上でも本当に歴史要素がたくさん身につけられるので、すごいいいイベントだなと思ってます。あ、なるほどね、はい。アンジュさんはあれですもんね、浦添市の手だこ大使もやっているので、はい、浦添市のまた PR するのがお仕事でもあるので、はい、そういう意味ではぴったりね、うん、このリッカーの浦添。そうですね、はい、さりげなくあなたここにいるじゃないですか。本来はですね、もともとこのパンフレットやポスターのこの表紙モデルをお願いしたんですけど、私どもあの社団法人の方で。ただちょっとあまりにもですね、その時のやり取りの礼儀正しさだったり、日頃からこう歴史についての勉強していることを聞くと、ちょっと社団としてスカウトしまして、今回このプログラムの内容のですね、事業者の方々の調整とかもですね、一緒にやっていただいて、はい、じゃあここに乗るだけではなく、はい、もっともっとプログラムに入り込んじゃったっていう。そうです、はい。やっぱりアンジュさんにとってもすごい魅力的なんだ、うん、そうなんです。結構若い世代にも見てもらえるように、このパンフレットの下の方にも SNS の QR コードも各自掲載しているので、ぜひこちらもチェックしていただけたらなと思っています。そうか、急がないと。皆さん急がないと。実際これもう11月始まっているんですよ。期間が11月1日から11月30日までになっておりますので、まだまだでもプログラムいっぱい残ってますので、ぜひあの急いでですね、皆さんこれをご覧になった方、興味ある方はですね、見ていただきたいなと思うんですけど、でもあれですね、これ浦添市のまあ素敵なプログラムなんですけど、これどの町でもできるかもしれませんね。あ、そうですね、やっぱり今は立花浦添という形で展開していますけど、うん、これがゆくゆくは例えば立花宜野湾とか立花うるまとかいう形でいろいろなところに波及していって、しかも時期をこうずらして行くことで、まあ、沖縄のこのなんですかね、観光地の、まあ、偏り、人の偏りとかもこう分散とかですね、できたりとかいう形で、こう沖縄全体をこの立花のなんですかね、あの形でいい方向にそれぞれの地域魅力発信ができたらというか、なるほどね。立花浦添からスタートしたんだけど、別にこれが立花糸満でもできるし、ね、立花やんばるでもできるし、立花久米島でもいいわけですよね。はい、ですでもでもそこに住んでいる人たちがまた自分たちの町のことをもっともっと深く知って好きになっていくきっかけにもなるので、本当にこの立花シリーズがこう広がるといいですね。そうですね、あとはその結構お子様向けの子供向けの体験も多いので、であればちょっとスピンオフバージョンで子供立花みたいなものもできたらいいなっていうことを今していろいろ検討しております。子どものうちにね、うん、この自分の暮らしているこの町のいろんな体験をするっていうことは大きくなってからもいいでしょうね。うん、だからこうまあなんだろうな、遊園地とかテーマパークのような、うん、まあなんだろう、こう作られた体験も、うん、まあそれはそれでまた観光として素晴らしいんですけど、どうせだったらもう今この町でもうすでに、なんだろう、動いているお店、活躍している団体、あるいはもうそこで行われていることに対して、うんうん、それを実際に体験するっていうことが本当に大切かもしれませんね。先ほど松本市長がおっしゃったように、やっぱりただ買って帰るだけじゃなくて、体験して事業者の方と触れ合うことで、まあ、その人の人となりも分かりますし、でやっぱりそれが地域の人の人となりが分かることで、なおさら地域が好きになるというか、魅力を感じていただけるというところがやっぱりあるので、やっぱりこれ体験するっていうのはやっぱりかなり大きな経験になると思います。ですね。そっか、この立花浦添っていう体験プログラムは、まあ、実際にその、まあ、ただじゃなくてお金も発生しますので、うん、まあ、ある程度ビジネスの視点もあるんですけど、やっぱりでもそれ以上にこの自分たちの文化だったり、自分たちの足元だったりっていうのをもっともっと自分たちが知って、楽しむっていうことをやっていく、いい機会になるかもしれませんね。そうですね。これをきっかけにも歴史を学んでみようとか、あのお店にちょっと行ってみようっていう、ちょっとしたきっかけにつながるのではないかなと思ってるので、すごい心に残るイベントだと思います。だって例えば国踊りなんかだって、まあ、一応国立劇場沖縄っていう立派な施設があるんですけど、あそこにさすがにこう一人で見に行く
よりも、まずはここでこの組踊りの、まあ、体験みたいなプログラムに参加して、まだ実際にプロの方が教えてくれますので、その魅力を知って一歩一歩入っていくっていうのもありますしね。そうですね、すごい歴史にしても文化にしても何かのやっぱり皆さんの入っていく一つのきっかけになったらいいなと思うんですけど、やっぱり2人がこういうものに魅了されているのは、やっぱりその浦添という町が好きで、この自分たちのこう町づくりとの関心があるんですね。はい、そうです。ちなみにお二人とも浦添出身？はい、あの私は牧港出身です、ね。はあ、牧港、はい、私は港側です。港側、はい、ああ、まるまるバルブラシに似てるですね。牧港と港が宮城な。宮城、そうですね。まあ、こんな感じですね。ぜひあのこの番組見ている方ですね、はい、皆さんの町でも、この面白いことたくさんあると思いますので、なんかみんなで自分たちでもね、あのぜひこれ、ただ体験しに来るのが素晴らしい、面白いんですけど、ぜひ立夏浦添を勉強しに来てほしいですね。あ、そうですね、大事ですね、はい、で本当に何だろう、トミグスクの人が立夏浦添を体験しに来て、立夏またね、トミグスクでもやろうとかね、理科終わったこれチャタンデさんとかね、うん、そういう話になっていくととても面白いのかなと思ってますので、うん、ぜひこの浦添からスタートした立夏ですけど、うん、ぜひあの多くの県内、県外でもいいんですけど、うん、多くの地域でこれが広がっていくといいですよね。そうだよ、別に沖縄にこだわる必要ないしね、はい、観光で来た方がこんなの面白いのやってたよって、また今度県外の自分の町に帰ってやるってことも、さすがに立ね、立夏杉並とか言われても立夏は、まあ、その地域はその地域もまた方言があると思うので、 そういったのも楽しみなんかいただきたいですね、はい、そうですか、分かりました。もうそろそろ時間迫ってまいりましたけど、この皆さんがこの立夏浦添に対するまた思いとか、これからの期待とかっていうことを少しお話をしていただきたいと思います。じゃあ又吉さんからいきましょうか。はい、そうですね、やはりあの冒頭から申し上げているときに、やっぱりこの地域の良さをこの体験を通じて知っていただいて、自分たちの、 あの、まあ、地域に対してですね、本当に誇りを持てる、まあ、それが大人もですし、まあ、子どもたちも含めてそういった経験をすることで、また別に自分の地域外に出てもやっぱり自分の地域の良さをいつまでも忘れないで、あのそういった思いを持ってやっていけるということは、何ですかね、よく言う自己肯定感っていうんですかね、うん、そういったものを育むことにつながると思うので、その人の今後の人生の中でやっぱりこの内に秘めた何ですかね、宝物をこう養っていくような、そういったことを経験とか体験していただけたらいいなと思って、はい、おります。自分のこう暮らしてきた、大きくなってきた町のことだからね、はい、自己肯定感、そういう意味では本当に子どもたちにね、うん、参加してもらいたいですね。そうですね、はい、アンジュさんはいかがですか？そうですね、この立夏浦添は本当に様々なプログラムがあるんですけど、若い世代にもたくさん来てほしいです。やっぱ浦添は素晴らしい街なので、パルコとかっていいんですけど、やっぱり立夏もとてもいいのでぜひ来てください。そうですね、よし、わかった、はい、パルコに負けない、パルコに負けない集客を立夏浦添で頑張っていきたいと思いますね、はい、アンジュさん世代もたくさんの方に参加していただきたいと思います。さあ皆さん、今月からスタートしておりますこの番組ですね、松本浦添市長のおしんちゅトークでございますけれども、今月生のホットな人をですねお招きしていろんなお話を、聞いております、この番組見逃したという方はですね、インターネットでも YouTube でもアーカイブがございますので、ぜひ、この番組の前にありました「俺にも言わせろ」シリーズから、連続してですね、このおしんちゅトークもご覧になっていただきたいと思います。また来月もですね、素敵なゲストを呼んで、この人今一押し人、あるいはこの人一押しのもの、イベント、プログラム、何でもいいのでご紹介していきたいと思いますので、はい、また引き続きご覧になっていただきたいと思います。さあ今日はこれでですね終わりになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、立夏浦添でお待ちしております。さよなら。